玉置神社ですね。で、まあ、駐車場はね、一応30台ぐらいは止められそうなんですけど、まあ、大丈夫だと思います。なんていうか、道がね、そんなに良くないので、逆にそんなに人がいっぱい来ないんで、そういう意味では大丈夫なんですけど。ただ、若干ちょっと、道が心配になるんですけど、一応看板出てるんで大丈夫だと思います。今日は1月の、なんで、けども、まあ大体ね、この辺りだと、熊野の新宮に行くのかなと思うんですけど、こっちに来る人は、割と、かなり神社が好きな人とか、だと思うんですけどね。今日、しかも雨で、三度僕、あまり、よろしくない状態なので、まあ、頑張っていきたいと思います。一応、駐車場から、まあ、歩いて神社までね、20分ぐらいじゃないかなっていう、まあ、言った人のアドバイスだったので、参道のこの部分は、ね、もしかしたらこう、ショートカット的な状態でちょっと行くかもしれないですけど、で昔はね、この山奥まで歩いてきたですからね、鳥居のところまで車で来るみたいな、まだいいかなみたいな、そういう雰囲気すらあるんですけど、ただこの神社は、来ようと思っても来れないときがあるという、要するにこの神様の方で呼ばれた人しか、なかなか行かれないっていう、神社だと言われています。実は私も去年来ようかと思ったんですけど、まあ、いろいろなことでやっぱり行けなくなってしまって、で急遽1月のこの8の日ですね、8日の日に、伊勢神宮に行くので、まあ距離的に、まあちょっと長くなるけど、まあ行ってみようかなということで今日来てるんですけど、まあ、ちょっとね、でも、新宮から来ると、多少道はいいんだと思うんですけど、ナビによってはすごい道通されるんで気をつけてください。できるだけ新宮に一回行ってから登ってきた方がいいと思います。その方が私は無難と思います。ちょっとね、私が来た道はとても一般の人には進められないような道を。さすがナビですよね。時間短縮のプロですけども、さすがに道は行かねえだろうっていう道をね、いわゆる3桁国道なんですけど、なんていうか、ところどころ行き来できないような道がはははですよ。真面目にちょっとね、これちょっとなんかでかいの車来たらやべえなっていう時間が結構あるんで、まあそういうと今日雨だから多分人気少ないのもあると思うんですけど、ちょっとね大変やっぱり普通に混んでたとしたらね、
車止めしてるのね、なんか車こっから入っちゃいけないって言ってるのに入ってる人たちがいるんですよ。ちょっと待って、バッチアトリのいいとこなんで、こういう人たちはちょっと何かあると思います。ちょっと待って、まあ、神社の人たちだったらいいんですけどね、うん、どうなのかって言われるとちょっと怪しいかなっていう気がしないではないんですが、どうなんでしょうね。あいつ駐車場にはなってるんですね。ここから先はダメですと。忍者関係者用、まあ、本当に新年早々すごいところに来てますけど、正直けど、そんなに人気はないんですよね、この神社は。うん、あの元伊勢とかの神社で結構こう昔は人が来てたんだけど、今来てないんで廃れてるっていうのはあるんですけど、今でも有名なのに、若干人が少ないという珍しいですね、ここはね。もう結構溶岩がすごいところで、全然ね、霧ですごいです、今日は全然晴れてる感じないですね。本当に人間の世界で下界とかってね、言う時ありますけど、まあ、そんな感じですよ、本当に。はい、もう一つ鳥が出てきたので、もうちょっとなんだと思うので、じゃあ参道をもうちょっと区切っていきたいと思います。不自由な方はこっちからどうぞというふうになってますね。